本日は下半身のトレーニング3種目を行っていきます。足を大きく開いた状態でセットしていきましょう。最初の種目はワイドスクワットです。足幅を広くセットしたらつま先は45度外側に向けていきます。姿勢をまっすぐ保ったままお尻を後ろに引きながら腰を落としていきます。息を吐きながら上体を起こします。内ももお尻の筋肉を使っているのを意識しながら動作を繰り返していきましょう。次の種目はフロントランジといって足を前に踏み出して戻るというエクササイズを行っていきます。足は腰幅にセット、片足を大きく前に踏み出して上体を真下に落としていきます。この時膝、つま先は真正面に向けて、上体を落とした時に膝が前に出すぎないように注意していきます。前に踏み出した側の股関節をしっかり使って上体を落とすと、お尻の筋肉に刺激が入りやすくなります。次の種目はバックランジです。足は腰幅にセット、片足を大きく後ろに引いて上体を落としていきます。前に残した足の膝つま先は真正面に向けて、上体を落とした時に膝が前に出ないようにしっかり股関節を曲げていきましょう。重心は常に前の足に残して足裏全体で体重を支えていきます。あともう少しです。頑張りましょう。